バルセロナ市庁舎内にあるラファエル・カザノバ像、ラファエル・カザノバ・イコマスは、カタルーニャの法学者。スペイン継承戦争中、スペイン王を戦勝したオーストリア大公、カール・フォン・エスター・ライヒの支持者であった。2009年のラディアーダに、カザノバ像に喧嘩する FC バルセロナ関係者。左からカルレス、プジョル、会長サンドロル製。 FC バルセロナバスケットボールクラブのルチェグリマウ、FC バルセロナ監督、ジョゼップ・グアルディオラ1714年の第三次バルセロナ包囲戦の最中、バルセロナの百人議会議長及び、カタルーニャ総司令官として戦った。最後の戦いとなった9月11日、市内へ流れ込もうとするスペイン軍に反撃すべく、市民の数計を集める聖エウラリアの旗を掲げながら、 カタルーニャ軍を先導する際に負傷した。カザノバは包囲中において指導者であったのみならず、オーストリアへ亡命していた人々との接触を保ち、1736年に発行されたアウストラシスタのパンフレット原作者であるとみなされている。戦後、怪我から回復すると弁護士として絶対王政と戦った。カザノバはカタルーニャ愛国者のアイコンとなっており、 最高の愛国者の一人として敬意を払われている。彼を単なるアウストラシスタとみなす人々はカザノバの偶像化を厳しく批判している。バルセロナ市はアシャンプラ区の通りの一つにカザノバの名を付け、1888年にはロサンド・ノバスが制作したカザノバ像を設置した。カタルーニャ愛国主義を象徴するものである彼に敬意を表すことは ミゲル・プリモデリ・ベーラとフランシスコ・フランコの独裁時代に禁止され、像も撤去されていた。1977年のスペイン民主化後、カタルーニャのラリアーダに、カザノバの銅像や、サンボイデ・エリオブレガートにある彼の墓の前で、主要なカタルーニャ機関や団体が喧嘩する光景が見られる。セレット・アイ・バーナス、ライインス、マルティネス・フィオル。ありがとうございます。